点火プラグ。点火プラグは、予混合燃焼式内燃機関において、混合技に点火する装置である。電気的に火花、スパークを発生させる方式のものは、スパークプラグ、電熱線、または燃焼熱によって、金属を灼熱、グローさせる方式のものは、グロープラグとも呼ばれる。プラグと略して呼ばれる場合もある。点火プラグは、混合燃焼式内燃機関において、 燃焼室に満たされた混合儀に電気放電や灼熱した金属によって点火することにより燃焼サイクルのきっかけを作る装置である。点火プラグが固定されるのはエンジンに設けられたプラグホールと呼ばれる穴でシリンダー外部から燃焼室まで貫通している。点火プラグはプラグホールに線をするように固定され一旦はシリンダー外部から電気を受け取りもう一旦は シリンダー内で放電があるいは発熱する。したがって、シリンダー内の燃焼熱や爆発圧力に耐えながら、火炎や圧力が燃焼室から漏れないように保つ構造を持つ。航空機や一部の自動車などを除き、レシプロエンジンでは、基本的に一つのシリンダーに一本の点火プラグがあり、適切な隙間を設けた電極管に高電圧をかけることで、火花放電を起こし、 圧縮された混合技に点火する。点火プラグに供給される電圧は、イグニッションコイルやマグネ等トで発生させ、点火プラグの中心電極を、イグニッションコイル等に接続し、設置電極、もしくは速報電極をエンジンのシリンダーヘッドカバーに接触させて、アースとしている。イグニッションコイルからの電圧は、プラグコードを介して供給される場合や、 複数のシリンダーを持つエンジンでは、ディストリビューターによって通電タイミングを定めている場合があるほか、イグニッションコイルは点火プラグに直接接続される場合もある。航空機用レシプロエンジンでは、失火によるエンジンストールを防止するために1シリンダーに2本のスパークプラグがある。2本の点火プラグには別系統のマグネトから電力が供給される。自動車やオートバイでも、 燃焼効率を上げる目的などで、同様の形態を取るものがある。また、バンケル型ロータリーエンジンでは、点火時の機質が2部屋に分かれたような形状であるため、1ローターあたり2本の点火プラグを持つ。中心電極と設置電極間の隙間は、プラグギャップと呼ばれる。シリンダー内の混合儀は、絶縁体であるため電圧が低いと電極間に、電流が流れることはないが、 高電圧が引火されると混合技に絶縁破壊が起こり、放電する。イグニッションコイルから供給される電圧は、通常1万から3万ボルトの電圧である。放電により生じた火花通路の温度は6万、ケルビンに達して混合技に点火し、発生した小さな炎の玉から次第に、シリンダー全体に燃焼反応が電波していく。点火直後の火の玉の大きさは、 プラグギャップ内にある混合技の濃度や燃焼室内で発生する気流の乱れ強度に依存し、火の玉が小さいとエンジンは点火タイミングが遅れたような挙動を示し、大きいと点火タイミングが進んだような挙動を示す。日本では日本特殊陶業と電装が製造している。かつては日立製作所も製造していた。日本国外では米国のチャンピオンやデルコエレクトロニクス、 ドイツのロバート・ボッシュ、チェコのブリスク、イギリスのロッジ、フランスのエケム中国の消火器などが製造している。1777年にイタリアのアレッサンドロ・ボルタがスパークによる燃料への着火を提唱。スイスのフランスはイザック・ドゥリバが1807年に内燃機関用として提唱し、これがスパークイコールイグニッションエンジンの源となる。実際に製作したのは フランスのジャンイコール、ジョゼフ・エティエン・ヌルノアールで、1876年のことだった。商用の観点からは、ロバート・ボッシュ社の技術者、ゴットロープ・ホノルトが1902年にマグネトを、型点火システムの一部として、高電圧スパークプラグを発したことが、その後のスパークイコール・イグニッションエンジンの発展を促した。年表、ドイツでカール・ベンツも特許取得している。 スパークプラグの基本構造は、設置電極が溶接された外角構造であるハウジングとイグニッションコイル等から受けた電圧を中心電極へ伝達する、中心導体、およびそれらを絶縁する外紙で構成される。エンジンの設計に応じて、プラグホールの小道や深さは一様ではないため、点火プラグのネジ部には、径と長さに複数の種類がある。長さについては、 ねじり位置と呼ばれ、適切なものを選択しない場合は、エンジンの不調や破損を招く恐れがある。ねじり位置が長すぎる場合は、設置電極が加熱したり、ねじ部に堆積物が溜まるだけでなく、ピストンとプラグの先端が衝突して、エンジンやプラグ破損を招く、可能性がある。ねじり位置が短すぎる場合は、プラグホールのねじ部に堆積物が溜まる場合がある。同じ、 ねじり置でも燃焼室内への電極の突き出し量が大きいものもあり、ハウジングが長く突き出している場合や、電極だけが長く突き出している場合がある。標準的なプラグにおける設置電極は、断面が長方形で、ハウジングから伸びた一本の設置電極が、中心電極の登上面と平行に配置される、形状を持ち、平行電極プラグとも呼ばれる。これに加えて、 中心電極だけでなく、設置電極の先端に細い白金チップをつけたり、電極に V 字型の溝をつけて、電極外縁に近い部分で放電が起こるようにして、着火性を改善した製品がある。平行電極プラグよりも短い複数の設置電極を設けて、中心電極の側面との間で放電させ、耐久性を向上して、設置電極の加熱を抑制する製品もある。 ハウジングから突出した形状の設置電極を持たず、極めて短い外視脚部の表面に沿って放電させる添い面放電プラグと呼ばれる種類があり、絶縁部に堆積した汚損を焼き切る機能を持つ。振動の激しい線外機や、レース用として利用されているが、熱化が極端に高い特徴を持つ。あるいは、外視端部を長くして、部分的に添い面放電させながら、熱化を低くした。 セミ沿い面タイプや、外資脚部のお損地にノみ沿い面放電して、堆積物を焼き切るよう通常の設置電極と沿い、面放電用の設置電極を組み合わせた、ハイブリッドタイプ、お損地にガスポケットの底部に、補助火花ギャップで放電るタイプ、お損地に中心電極周辺のエアギャップで放電する、完結放電タイプも製品化されている。高回転型の二輪車用やレース用には、 設置電極を短くして耐震性向上させて電極の温度上昇を抑えた車砲電極プラグが用いられる場合がある。また、バンケル型ロータリーエンジンでは爆発回数が多くプラグが燃焼ガスにさらされる時間が長いため特殊な形状の設置電極を持つ専用品が用いられる。電化プラグはエンジンの燃焼熱を受けて温度が上昇する一方 熱伝導によってシリンダーヘッドへ放熱して適切な温度を保つ。プラグに求められる樹熱と放熱のバランスはエンジンの設計によってなり、その指標を表す数字は熱化と呼ばれる。外視脚部の長さを変えることで樹熱面積や放熱性が調節されていて、外視脚部が長いほど熱を受ける面積が大きく、放熱性が低くなり、温度が上昇しやすい特性を持つ。 熱化を示す数値や記号はメーカーによって異なり、多くの場合は放熱性が高いものほど数値が高いが、一部のメーカーでは逆に放熱性が高いほど数値が低く、設定れている。点火プラグは、自己正常温度と呼ばれる、温度以上では、不完全燃焼によって発生したスス、カーボンが付着しても焼き切ることできる。しかし、適切な熱化のプラグを使用せずに放熱性が、 高すぎる場合は、自己正常温度に達することができずに、カーボンが溜まり、外視脚部の絶縁抵抗を低下させて、今後気中で火花を発生することが出なくなる、くすぶりと呼ばれる状態になる。一方、プラグの温度が高すぎると、電気火花を発生させるより早いタイミングで、プラグの熱によって点火し、早期着火、プレイグニションと呼ばれる現象が発生して、エンジンの出力が低下する。 そのエンジンの常用回転域に応じて2つあるいは、それ以上のプラグ熱化を指定することが一般的であった。しかし、燃料噴射装置の電子制御が高度となった今日では、空燃比の監視によってエンジンの温度が高度にコントロールされるようになった。ただし、モータースポーツの世界では、エンジンのセッティングに応じて適切なプラグ熱化を選択することは今日でも行われている。 点火プラグは L 字型の設置電極を持つことが多い。電極隙間は専用の隙間ゲージで測定を行う。隙間ゲージは厚みの異なる円を持つ円盤状のものが多い。点火プラグが老朽化すると中心電極と設置電極は侵食されて電極隙間はより広くなる傾向がある。点火プラグの電極と外視脚部は燃焼室の内部環境に影響を受ける。 ことから、それらの状態を目視することで、エンジンの運転状態を診断する指標とできる。外視脚部の色が、高褐色もしくは開白色の場合は良好な運転状態と判断でき、不完全燃焼が多くなると堆積したススにより、黒色になる。一方、空燃比が気迫になるなどで燃焼室の温度が高くなりすぎると、外視脚部が白く焼けた状態になる。目視点検によって、 プラグ熱化の不適性や点火タイミングの不適性を発見することもできる。点火プラグの目視点検用に点火プラグの電極に照明を当てて拡大鏡で見ることができる道具が販売されている。モータースポーツではシリンダー内でのプラグの向きが特定の方向に向くように厚みの異なるワッシャーをネジ部の根本に追加して 適正トルクに達した際の締め付け回転角度を調節するインデックシングと呼ばれる調整が行われる場合がある。ただし、プラグをどの向きに向けるのが最適であるかは、エンジンの設計により一様ではない上、インデックシングによって見込めるエンジン出力の向上は1%に満たないとされている。グローエンジンにおいて、エンジンの燃焼熱を利用して、自らの点火部分、コイル状、 または、棒状の蓄熱部分イコール点火部分の灼熱状態を保つプラグである。始動時には電気を流して内蔵された抵抗体、コイルや棒をジュール熱により灼熱させ燃料に点火し始動する。一度始動すると燃焼による熱でさらに灼熱し以降の燃焼の火種となる。この方式の特徴としてマグネットを点火コイル。 ディストリビューターなどを用いた複雑な点火回路や点火時期の調整が不要でエンジンの回転が上がればそれにつれてプラグの灼熱度も更新点火時期を早める自己調節機能を持つ一般的には点火部分の材質はニクロム化白金が使用される高温用や低温用など様々な製品がある現在では軽量化できることから模型用エンジンのほとんどが この添加方法、グロー添加を利用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。